こんばんは、ルミです。今日は体験の女の子の講習があったので、マスクがあります。女の子、26歳、なおちゃん。結構身長高めの、顔は S っぽい顔してる女の子です。 S か M かは聞いてないんだけど、マッサージは結構なんか経験者なのかなみたいな感じで、覚えも早いし、手つきもなんかそれっぽかった。でも体験ちゃんなので、なんだろうな、どうなるか分かりません。早いうちに会ってあげてください。マスク息苦しい。なんか今日、沖縄で買った泡盛が届いたので、ちょっと口に入れてみたんですけど、めっちゃビリビリした。度数が43度とかなので、もう私には無理みたいな。なので、その夜ご飯の料理にぶち込んだんだけど、なんか酔いはしないんだけど、食べた後なんかベロがずっとビリビリしてた。まあ一応、飲むつもりでは買ったんだけど、飲みきれないかもしれない。残念です。お風呂とかに入れようかな。なんか話そうと思ってたのに忘れちゃった。ああ、そう、この間なんか3、4年ぶりぐらいに来てくれたお客さんがいて、前は自宅だったんだけど、引っ越したから昨日はホテル、昨日って言っちゃった、ホテルだったんだけど、なんかその部屋のなんか家具の配置とか、何が置いてあったとか、バーって思い出して、こういうのあったよねって言ってたら、あ、よく覚えてるねって。私なんかそのお客さんに会った時に、なんか引き出しが開いて、その人のいろんな情報を、その時に会ってた時に喋ってたなんかこととかが出てきます。覚えようと思って覚えてるんじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、急にその人専用の引き出しが開いて、いろんな情報が流れ出てくるみたいな感じで、なんかそんなスタンドの 持ち主なのかもしれない。足見える？これ。器用でしょ。足がつった。あ、そうだ。なんかその人なんか立ちが悪くなったって言ってたんだけど、全然ガッチガチだったのよ。すぐガッチガチだったんだけど、環境が変わると違うよねみたいな。いつもと違うおかずだとなんか興奮するみたいな。あとはなんかその人は、テクニックより気持ちが満たされたい人だったから、そうだね、気持ちが満たせれたのかな、気持ちを満たすことができたのかなと思うと、ああ、私も嬉しい感じです。今日はそんな感じ。ルミでした。